こんにちは、こんばんは。今日もここ VR をご覧いただきありがとうございます。今日もちょっと画面だけでワールド紹介をしていきたいと思います。この映像も以前ココアートチャンネルの癒し動画のために撮影した映像になるんですけれども、ちょっとデンジャラス君が漏れ出してしまいましたけれども、低めで撮影したかったのでデンジャラス君の目線で、子供目線で撮影しています。なぜなら見てください、この地面のアスファルトの感じ、本当にそのままアスファルトをここに持ってきたんじゃないんですかっていうような、フォトグラメトリーワールドと思えるような、そのくらい超リアルなワールドなんです。ワールド自体は海の上に、そうですね、お部屋で言ったらどのぐらいだろう、ちょっとちっちゃめのお部屋くらいの本当にコンパクトなワールドで、そこに技術が結集してるというか、もう VR のワールドクリエイターさんのもういろんな技術がギュッと一つにもうこうまとまったような、そんなリアルなワールドなんです。アスファルトもすごいんですけど、ご覧ください、この石畳もすごいです。これなんて言うんですかね、テトラポッドじゃなくて何ですかこれ、消火栓って言ったらいいんですか、何でしたっけこれ、火事の時の水栓、なんて言ったらいいんですか、ちょっと出てこないんですけれども、この感じとか、でもただそれもね、近くで見るとサビの感じとか、そしてこのね、ガードレールって言ったらいい、ガードレールでもないですね、この車止めって言ったらいいんですか、このコンクリートの細部まですごいんです。そしてこの標識のちょっとこう折れ曲がった感じとか、もうねすんごいこだわってるんですよ。そして私が何がすごいと思ったかというと、ここに来た時にこの白線のめくれたっていうか、剥がれたっていうか、このかすれた感じ、これやろうと思ってもこんな自然な形で、このアスファルトのひび割れた感じとか、水たまりが光に反射した感じ、お水の表現から、石の割れたところからちょっとだけ草が生えてる感じとか、そしてこのアスファルトの隙間っていうか、端っこから鉄骨がねちょっと出てるんですよ。今画面に映ってないんですけれども、もうその感じがめちゃくちゃこだわって作ってるなって、どのぐらいの期間かかって作ったんだろうと思って、これも本当にリアルだったら私たちってそんな道路のこのひび割れとか劣化した感じ、石とかアスファルトが劣化した感じとか、雨粒が地面に落ちて一瞬ピカッとこう波紋みたいな、こう水が跳ねる感じあるじゃないですか、そんなのってリアルの世界にいたらいちいち見ないじゃないですか。もう子どもの時からそれが当たり前になって、それがまるで初めて世の中に来た宇宙人ぐらいの感動があったんですね。これが作られた世界っていうのはすごいなって、絵画の世界で言うと初めてリアリズムの作品を見た時に、写真そっくりすごいみたいな、アートでも言えるんですけれども、写真そっくりだったら写真でいいじゃないみたいな感じもね一理あるんですけれども、いろんなね良さがあっていいと思うんですよ。ファンタジーみたいな、もう現実では絶対にありえないワールドも、それはそれで本当になんか夢を見てるような、そんな感じで感動するし、感動の種類が違うみたいな感じなんです。これは実際私たちが日常で見てる雨の日のアスファルト、歩道みたいな感じなんですけれども、これをなんていうの、フォトグラメトリーとか写真で見てるんじゃなくて、人が作ったっていうのが 3D モデルでここまで作り上げたっていう、クリエイターさんの労力とか感性とか、そういうことになんか感動するっていうような感じがあるんですね。そしてこのワールドはジョインするとすごい激しめの洋楽が鳴ってるんですよ。もうこの海のうねりと音楽をなんか表現したかったのかなみたいな感じなんですけれども、こうボーカルの入った割と激しめの洋楽が流れてます。そして洋楽が一旦終わると今度は激しい雨の音だけが流れるんですね。洋楽の方はちょっと著作権の問題があるんですけれども、雨の音はココアートチャンネルの方でもそのまま使わせていただいたんですけれども、こんな音がワールドに響いてるんです。それではこう音と一緒にぜひ見てください。どうぞ。
すごくないですか。雨の音と一緒に聞くとさらに没入感があるというか、なんかすごいこう迫ってくるようなうねった海と、そしてここになんか取り残されたような何とも言えない孤独感というか恐怖というか、 VR の世界であることを忘れるくらいの臨場感というかリアリティがある、そんなワールドなんですね。このワールドは私がクエストと PC をつないで最初に来たワールドなんです。ここ VR に初期の頃によく出てくれていた純平さん、 JP さんがパソコンつないだんだったらここは絶対見せたいって言って最初に連れてきてくれたんですけれども、もう本当に最初動けなかったです。私どこにいるのみたいな。そして細部まで見ていくと、リピートで使ってるとこないし、アセットで使ってるところもないし、なんか買ってポンと置いた感じでもないし、マンホールの感じからアスファルトの感じから石畳から金属からお水から、全てのいろいろなものがギュッと詰まったような、こだわりにこだわり抜いたリアリティワールドだなって本当に感動したのを覚えています。もし PC とクエストつないでる方にはぜひ来ていただきたいです。最後の方で海も映ってるんですけれども、海のうねりも本当に迫ってくるようなそんな臨場感があります。それではワールドの音源は使えないんですけれども、 YouTube の音源でちょっと激しめの洋楽があったので、それと雨の音と一緒にお聞きいただきながら、このワールドの雰囲気を味わっていただきながら動画を終わりたいと思います。最後までご覧いただいてありがとうございました。それでは次の動画でまたお会いします。Driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah.